Bonjour, Online France 語学校 Ensemble en français 講師のジョセフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。ダイエットしてもどうしても痩せられないことってありますよね。さあ、このどうしても痩せられないフランス語で何と言うでしょうか。Je n'arrive pas à maigrir. Je n'arrive pas à maigrir. もう一回いきますね。Je n'arrive pas à maigrir.Je n'arrive pas à maigrir. と言います。直訳すると、痩せることにたどり着けないで、努力してるけど痩せられないという意味で使います。では、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À très très bientôt!